はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、まあもう最近はね、皆さん夏を意識したコーディネートをしていると思うんですけれども、私がね、こう普段 YouTube とかで紹介しているコーディネートってやっぱり海外系のコーディネートを多く紹介していて、まあ海外って一体どこなのみたいなどういう系統のことを言うのっていう疑問もあると思うんですけど、私もそこはちょっと自分の中のふんわりとした定義として、こういうコーデが海外っぽいなっていうのがあるので、うまく説明ができないんですけど、私が好きな海外ファッションの系統的には多分ストリート系かなって思ってます。ストリートファッションって何っていうと、街中のこの若者たちの間で流行してるファッション、実際に街で流行ってるファッションみたいなのをストリートファッションって言ったりすると思うんですけど、まあ、調べていったりとかするといろいろ詳しく載ってたりはするんですけど、簡単に言うと多分メンズっぽいファッションというかっていうのが多分皆さんの中でも認識としてあると思うんですが、女性が着るとちょっとハンサムかなみたいな感じの海外系のファッションが好きで、動画でも何回か出してるんですけど、やっぱりフィリーのコーディネートとかがすごく分かりやすいかなと思うんですが、夏ってやっぱりどうしてもこうね、洋服たちも薄くなっていくし、身につけるアイテムも少なくなっていくじゃないですか、冬とかに比べて。レイヤードができないっていうので、パターンを作れなかったりとか、海外ファッションが好きな方とかだったらどういう風に海外系のファッションにしていけばいいんだろうみたいなのがすごく私もね、難しいなって思うことが多くて、で、私の個人的な夏の定番コーデってデニムを使ったコーディネートなんですよ。デニムさえ履いた時はなんとかなるみたいな、夏以外の季節も履いたりするんですけど、やっぱり夏になるとデニムコーデが多くなるっていうことで、今回はデニムを使った夏レイヤードできない中でも海外コーデを作る方法っていうのをいくつか紹介していきたいと思います。で、本当にファッションって人それぞれ自分の好きなものがあると思うので、絶対こうでなくてはいけないとか、これをすれば絶対に大丈夫とか、なんかそう絶対的な言い方はできなくって、やっぱりこう人によってね、人の雰囲気だったりとか、その人のね、体型に合ったとか、なんかこういろいろねあると思うので、いろいろこう研究したりとか見ていく中で私が思ったことを話そうと思うので、本当に参考程度に見ていただけたら嬉しいなと思います。分かりやすいようにちょっと比較とかも出したりとかすると思うんですけど、もちろんその比較した片方をめちゃくちゃ否定するとかっていうわけではないので、そこはね、念頭に置きながら見ていただけたらと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。では、レッツゴー。はい、ということで、じゃあ早速紹介していきたいと思います。まずですね、デニム自体にも海外っぽいデニムだなとか、こういうシルエットが最近多いなっていうものがあるので、それをね、紹介しようと思います。今回比較として、より日本らしいなって思うデニムと海外らしいなって思うデニムを用意したので、それをね、見比べていこうかなと思うんですけど、まず日本らしいなって思ったデニムがこんな感じのデニムパンツでございます。テーパードの形になっていて、で、割とウエストはハイウエストで、丈もそんなに長くはないかな、くるぶしが見えるぐらいの丈感で、本当にもうすっきりとしたスタイルアップ重視な感じのデニムパンツになっております。やっぱりこういうデニムって本当にスタイルアップもできるし、私もすごい大好きなんですけど、最初に言った海外のストリートファッション的な意味で言うと、やっぱりこういうデニムよりはこういった感じのダメージとかも少し入ってるようなオーバーサイズなゆったりとしたデニムの方がよりっぽくなるかなと思っております。で、まあこのデニムはね、結構ウエストは高めにあるんですけど、最近のトレンドで言うとやっぱりローライズのデニムがトレンドになってきているので、結構こうウエストを落とせるような、本当にもういたぼっとしたパンツっていうのも海外っぽいかなっていう風に思います。結構ね、いろんな海外の方のスナップ写真だったりとかインスタに載ってる写真とか見てると、まあ人それぞれによって違ったりはするんですけど、私的にはこういうスッキリしたものよりかは、本当に丈感も引きずるぐらい長くて、割とゆったりとしたものを履いてる方が多いなっていう印象があります。なので、まあこういったデニムを今回チョイスしたんですけど、やっぱりこういうデニムってサイズ感とかがね、すごく本当に大事になってくると思ってて、あんまり緩すぎちゃっても着るのが難しいと思うし、でも適度な緩さは欲しいっていうので、すごく難しいかなと思うんですけど、やっぱ私的にはザラとかがそういうパンツを結構置いてるイメージが強くて、海外のね、ブランドっていうのもあるんですけど、私はザラとかのデニムがやっぱり好きかなっていう感じです。こっちのスッキリしたデニムっていうのもあったりとかはするんですけど、ペチパラだと GU とかユニクロとかはすごい形が綺麗で足が漏れるかなって思うので、こういうパンツが欲しいっていう方はそういうブランドさんで見るのもいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、まずデニムの形はこんな感じでございます。
では続きまして、これに合わせるトップスの丈感の話になってくるんですけど、やっぱり海外の方のコーディネートを見ているとミニの丈感が多いかなって私は思ってて、例えばで言うとこういうね、裾がシャーリングされたようなピタッとしたトップスだったりとか、 T シャツとかでもミニの T シャツ、これちょっとちっちゃめのサイズなんですけど、こういうミニの T シャツの方がよりっぽくなるかなっていう気がしてます。でも本当にこういう普通の T シャツをたらたらインしたりとか、前だけちょっとインしたりとかして着てるっていう方もいるので、絶対にミニじゃないとっていうわけではないんですけれども、やっぱこうクロップド丈でお腹がチラッと見える方がヘルシーな印象が出ると思うので、より海外らしいスタイルが組めるかなと思います。でその続きで言うと、海外ファッションのこういったデニムに合わせるトップスの定番アイテムがキャミソールとかタンクトップだと思ってて、こういうねアメスルのトップスとかも本当にザ海外系ファッションという感じだと思うんですけど、こういうようなトップスを着てあげると本当にぽくなるかなと思うので、海外ファッションを作りたいっていう方はアメスルだったりとかタンクトップだったりとかキャミソールだったりとかっていうトップスはマストアイテムなんじゃないかなとは思っております。まあ、日本だとちょっとこういうね露出が多めなトップスとかって避けがちかなとは思うんですけど、やっぱ海外の方ってすごくヘルシーな印象があるので、こういうトップスを着てあげると、あの子海外系が好きなのかなっていう風になると思います。ただね、こういうトップスって本当に体型ががっつり見えたりとかするので辛いところではあると思うんですけど、まあ、でもそのためにこれを着るためにちょっと自分で体作り頑張ってみようかなとか、私もね昔はこういうトップス1枚に着れないよって思ってましたけど、でも私もねジムに通ったりとかして体作り頑張ったりとかしてるんですけど、そうなってくると自然と自信も持ったりするので、しかもそういうファッション楽しんでる方ってやっぱみんなね陰で努力はしてると思うので、自分の理想の体型もあると思うんですけど、それに少しでも近づけるようにボディメイクしていってあげるっていうのもファッションを楽しむ上ではやっぱり大事になってくるポイントなのかなと思います。あとは夏になると私もすっごい T シャツばっかり着ちゃうんですけど、海外っぽいコーディネートを作るときにおすすめの T シャツになると、個人的に好きなファッションで言うとデニムにロック T シャツ合わせるのがすごく好きで、やっぱロックティーってなってくるとすごいヴィンテージ感が出ると思うので、その雰囲気が私はすごく好きなんですけど、そういったロックティーとかを合わせてあげても可愛いかなと思います。では続いてもねトップスになるんですけれども、これはね結構最近のトレンド、海外のトレンドになってくるんですが、最近海外でよく見かけるアイテムがじゃん、こちらでございます。ベストなんですけど、ウエストコートって呼ばれてるような形かな、メンズの方がスーツのセットアップの中に着るようなベストっていうのかな、こういった形のタイトめな中に着てもかさばらないようなベストっていうのが本当に最近多くて、なんかこうジャケットにデニムスタイルっても結構海外系ファッションが好きな方では鉄板のコーデだと思うんですけど、やっぱりジャケットは夏には着れないじゃないですか、暑くて。でもこのベストならそれがないので、ジャケットの夏バージョンというか、そういった感じでね着れるかなと思うんですけど、ベストもね本当にいろいろ形があると思ってて、上げ出したらキリがないと思うんですけど、その中でもやっぱりこういうウエストコートって呼ばれてるような形のベストが私はおすすめです。結構日本で流行ってたりとか、日本で見るようなコーディネートとかだとちょっと今私持ち合わせてないのでお見せすることができないんですけど、こういったベストよりは割とゆとりはあるようなお姉さんっぽいベストっていうんですかね、すごく大人っぽい長めのジレっぽいようなベストとかあると思うんですけど、そういうのとかを合わせるとより日本らしくなるかなと思います。なのでやっぱり海外っぽいファッションを作りたいっていう方は、ベストの形で言うとこういうようなタイプのベストを合わせるのが私は可愛いかなと思います。では続きまして小物編に行きたいと思います。まずですね、シューズなんですけれども、シューズは比較をするのがすごい難しくて、日本も海外も同じようなシューズをね履いてるんですけど、一個あこれはそうなのかなって思ったのがあって、でヒールの形なんですけど、こういったようなポインテッドトゥーのヒールとかの方がより海外っぽくなるかなと思ってて、比較の例を挙げるとすると、ラウンドトゥー、つま先が丸くなってるパンプスだったりとかもあると思うんですけど、そういうのとかってやっぱり可愛らしい印象が出ると思うので、海外のそういうストリート系のファッション、ハンサムっぽいクールなファッションのイメージで言うと、そのヒールの形はあんまり合わないのかなっていう風に私は感じたので、そういった丸
いヒールよりかはこういうつま先がとんがったようなエッジが効いたようなヒールの方が私はおすすめかな。最近私も好きなコーディネートっていうのがこういうとんがったヒールとかをさっき一番最初に紹介したようなゆるっとしたデニムパンツに合わせて裾も少したるませながら履くっていうのがすごく好きなコーディネートで、ダボっとしたパンツはメンズっぽい印象があるんだけど、足元はこのつま先のとんがったヒールで女性らしい印象が出ると思うので、そのミックススタイルっていうのが結構うまくバランスが取れたりとかして好きなコーディネートでございます。まあ、あとはねシューズだとやっぱスニーカーとか、あとはサンダル、本当にもう分かりやすくで言うとスリッパのようなきれいめな場所には行けないかなみたいなスリッパとかは結構海外っぽい印象が出るかなっていう風に思います。あとは B さんとかね、そういうちょっとこうラフなものとかも濃くなるかなと思うので、どちらかっていうとシューズっていうよりはデニムのサイズ感の方が最近は分かりやすくトレンドというかがあるかなと思うので、やっぱり丈感を長めのものを持ってきてあげるとこなれ感も出てよりぽくなるかなと思います。で続いてでラストなんですけど、ラストがですね私も大好きなんですけど、じゃじゃん、アクセサリーたちでございます。やっぱ夏ってどうしてもシンプルな格好になりがちだと思うので、そこでいかに海外の方のようなねかっこいい雰囲気を出すかっていうと、やっぱりアクセサリーが大事になると思ってて、私も普段からめちゃくちゃアクセサリーつけるんですよ。やっぱりアクセサリーがないとなんか物寂しいなとか、もう少しアクセント欲しいなって思ってしまうんですね。こういったアクセサリーをつけるだけでオーラが出るというか、あ、なんかファッション楽しんでるなっていう感じも思うし、本当にねちっちゃいアイテムではあると思うんですけど、マジで雰囲気が変わるので、私はねつける派なんですけど、華奢なアイテムっていうよりかはどちらかというとこういう一つでもインパクトが出るようなアクセサリーの方がより海外っぽい雰囲気が出せるかなと思ってます。で、まあピアスはこういうやっぱフープタイプのものがシンプルで可愛くておすすめです。結構私はねアクセサリーとかは海外通販で見ることが多くて、海外通販の方がこういうインパクトがあるのが多い気がしてて見つけやすいので、私は割とそういったサイトで買うことが多いんですけど、こういうものだったりとかネックレスとかもね、まあ、これはどっちもザラとかなんですけど、太めのねチェーンのネックレスだったりとかっていうのが私はおすすめですかね。あとはやっぱリングもねつけるだけで印象がガラッと変わるので、こういったものをつけてあげてもいいかなと思います。で最近のトレンドというか、やっぱりゴールド系のアクセサリーの方がつけてる人多いかなって私は思ってます。なんか私の勝手なイメージで言うと、シルバー系のアクセサリーはどちらかというと韓国系のイメージが私的にはあって、ゴールドっぽいアクセサリーは、まあ、そういったアメリカだったりとかの方たちがつけてるイメージがあります。わかんない、これ共感してくれる方いるかな、私が普段思ってるイメージなんですけど、そういうイメージもねあったりするんですが、なので私はどちらかというとやっぱゴールド系のアクセサリーの方が海外っぽい雰囲気が作れやすいかなと思います。はい、ということで今回はこんな感じでいろいろと紹介していきました。私もねこの動画撮る前にいろいろと研究したりだとか、自分のね思ってることを整理とかしてみてメモ取ったりとかしてたんですけど、やっぱどうしても言い切ることができなくて、本当にどちらかというとみたいなものが多かったので曖昧にはなってしまったんですけど、オープニングでもね話してた通り、夏ってやっぱりシンプルの洋服になりがちで、どうしてもファッションのレパートリーが少なくなったりとか、私も秋冬の方が好きなので、ファッションだと秋冬よりも難しいなと思ってたんですけど、なんか少しでも共感してもらえたりとか、みんなの新しいファッションへの気づきだったりとか発見につながればすごく嬉しいなと思います。みんなの思う海外ファッションみたいなのもぜひぜひコメント欄に残してくれると嬉しいので、よかったらよろしくお願いします。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。